島島にも伊豆湖に住む人々にも声を上げて述べ伝えよう聖霊来たれり聖霊来たれり聖霊来たれり天下りし慰め主地の果てまで述べ伝えよ聖霊来たれり Amen。 聖霊があなた方に望まれるときあなた方は力を受けるエルサレムイデアサマリア全土及び地の果てにまで私の証人となる。聖霊は風に例えられます、息に例えられます、スピリットに例えられます、霊に例えられます。海の波があるということは風がある、スピリットがある。光はね、ババババババーン、光があった。宇宙ができた、銀河系ができた、海ができた、陸と分かれた。川のすさらぎが鳴り響き始めた。鳥のさえずりが、虫の音が、野の花が咲き乱れ、香りが放たれるようになった。神の言葉は生きていて力がある。神の言葉には聖霊の力が宿っている。私たちのこの十字架行進も聖霊の働きがなければ今ここにいません。新宿のアルタの前で友達を待ってた時に、その友達の牧師が遅れてやってきた時に、新宿のアルタの前を見ながら、一体何パーセントクリスチャンだろう、きっと 1% 弱だろう。神様どうぞこの国に、新宿に、日本に、私にリバイバルを、心にバーン火がついて深みにこぎ出して網下ろせという言葉が与えられ、10年間新宿のアルタまで路傍伝道、47都道府県の中心地で路傍伝道、富士山の上でも路傍伝道、そこから今度は十字架担いで日本列島深みにこぎ出して福音を述べ伝え、そして道端で路傍伝道、教会でリバイバル伝道集会、そこから今度はミッションバラバ、ヤクザミッションが生まれ、今度はバイクミッションが生まれ、そこから還暦になって再び十字架を担いで日本列島、また今度はアメリカ、そしてキューバ、韓国、台湾、5回目のこの十字架行進を今やっているというところでございます。今日あなたに送るバイブルの言葉、第二テモテの1章の9節、神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださったが、それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。神はあなたに計画を持っています。私に計画を持っています。それは救いの道へとあなたを導き、そのために神はイエス・キリストを使わせてくださった。イエス・キリストの十字架の死と復活によってあなたに救いが与えられ、今度はこの方が私たちにとって最も素晴らしい出来事を、イエス・キリストと出会うこと、私たちにできる最も素晴らしい出来事、イエス・キリストのことを述べ伝えること、あなたを召してくださって、そしてこの聖なる招きによってあなたをコーリングしてくださって、あなたを選んで立ててくださった。それはあなたができないことを嘆くんじゃなくて、できることを見出すために、人には不可能でも神には可能、からし種の信仰があるなら問題の山に海に沈めと言ったら沈むぐらい神は働いてくださる。あなたは神の働き人として選ばれ、立てられている、召されている。これは神の計画なんだと信仰によって受け止めていけば、今あなたの置かれている場所で、別に牧師になるということでありません。いや、ある人は牧師になるかもしれません、ある人は宣教師になるかもしれません、ある人は働きながらジーゼスの愛を会社経営しながら伝えることが使命になるかもしれません。イエス・キリストを信じれば、あなたの家族も救われるという約束、これは神の約束です。信じましょう。神はあなたを用いたい。
そして神の計画です。私たちの力ではどうすることもできない。これは神の恵みなんです。憐れみなんです。神は恵みによってあなたを救い、恵みによってあなたを選んで立てて、そしてあなたを証し人として用いたいという思いが神様にあるんです。ぜひあなたもこの恵み深いジーザスをここに留めながら、この方によって変えられる過程の中にあって、背伸びするんじゃない、自分の力じゃない、自分が働くんじゃない。働き人が今少ないと、収穫は多いけど働き人が少ない、ここに私がいます、私を用いてください。今あなたの置かれた場所でできないことを嘆くんじゃなくて、聖霊によってできることを見出していく。聖霊の力があなたに与えられています。あなたも聖霊の器です。聖霊を今日聖霊に満たされよう。感動する力、行動する力、伝道する力で、ぜひあなたも今日この一日、背伸びするのでもなく自然体に、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、節には人生の身を荒らしていく、そういう器として今日輝くことができますように。応援してます。 Have a good day.